こんにちは、速稼塾の久保です。今朝のライブ放送で、なんでね、40代男性モテないのか、なんで出会いがないのか、これについて私の、実はね、ツイッターがあるんですけども、私のツイッターはね、アフィリエイト時代にかなりいっぱい作ったんで、合計で10万人ぐらいのフォロワーさんがいらっしゃるんですよ。で、そちらの方にアンケートを取ってみました。アンケートを取ったといってもね、何年もほったらかしのツイッターですから、ほとんどシニアアカウントなんですよ。でも今回ですね、10万人の中から6名の方が回答してくださいました。20代女性の方6名が回答してくれましたよ。なんで40代男性は何々なのかという質問に対してね、答えていただきました。結構辛辣だったんですけども、今回そのアンケートがまとまりましたので、皆様にお知らせしたいと思います。一緒に読んでいきましょう。それでは画面を切り替えます。はい、タイトル、なぜモテない、出会いがない、なぜなんだということなんですね。で、まずね、ここに4つの例を私が考えてお出ししておりますんで、一つずつ読んでいきます。出会いの例1、可愛い女の子がある人、ある日、ある日ですね、これすいません、人って書いてましたね。可愛い女の子がある日、仕事帰りに待ち伏せしてくれて、お疲れ様とコーヒーを差し出してくれた。あなたにですよ。あなたに。あなたが40代の男性で、いつものように仕事お疲れ様って感じで帰ろうとしたらね、可愛い女の子が、なんか20代くらいの女の子じゃないか、お疲れ様っていう風にね、コーヒーを差し出してくれたんですよ。これって出会いですかね。どうでしょうか。二つ目はね、これです。職場のよく挨拶とか、雑談をする女性から、なんか、久保さんには何でも話しちゃうなぁと笑顔を向けられた。まあ、久保さんって書いてるのは、まあ、例ですけどもね。ここに、田中さんだったら田中さん、佐藤さんだったら佐藤さんというあなたの名前を入れてみてください。職場で挨拶したり雑談する女性ですよ。その方に、なんかポロッと言われるんですよ。なんか、久保さんには何でも話しちゃうなぁっていう感じで笑顔を向けられちゃいました。これって出会いですかね。じゃあ、三つ目です。休日に足を伸ばした先で、見ず知らずの女性、その方と何かのきっかけで話が進みました。あれ、もしかして出身校が同じだよね、もしくは出身地同じだよねとその女性に言われちゃったんですよ。これって出会いでしょうか。何かアプローチするきっかけをこっちから作っていった方がいいでしょうか。4つ目、趣味で定期的に出かけるサークルで、女性メンバーとお互い着替え、二人で会う約束をする。ね。例えば、バイク、釣り、なんか他にもなんかないですかね。お料理、卓球、カラオケ、なんかのサークルがあると思います。そのサークルにあなたが定期的に月に一回とかね、出かけているんですよ。いつも通り。そしたらそこのね、女性メンバーが、なんか話のつながりで、気が合っちゃった。で、二人で会う約束を今度しようっていう形になりました。つまり、二人の LINE ID を交換したりとかね、なんか、メールアドレスを交換したりとかするわけですよ。で、改めて、お互いが家に帰った時に、何月何日のどこどこで会いましょう、こんなことしましょう、みたいな感じでね、約束をしました。これって出会いでしょうか?どうですか?この四つ。これ、全部出会いですよね、やっぱりね。うん、出会いなんですけども、こんな都合いい出会いってあなた、私たちの周りにあります?40 代男性。こんな出会いがあったら絶対逃さないですよね。そう思いませんか?でもこんな出会いって実際ないじゃないですか。こういうふうに夢のような漫画のようなミラクルな向こうから来る受け身の出会いは40代男性にはありません。相当モテない限り。だからね、こんな都合の良い形を望むなら恋愛はできないんですよ。ですんでね、逆にですね、あなたが人工的に出会いは作っていってください。例えば一番上、自分の気になる女の子にお疲れ様ってジュースとかね、アイスクリーム、プリンの一個でも買っていくみたいなね。あまりあざといなと思ったら職場の皆さんに買っていけばいいじゃないですか。それで一人ずつ手渡しするんですよ。そして自分の意中の女の子に手渡しするときに反応を伺うんですよ。どうですか、これはできませんか。順番に5人なら5人、10人なら10人いる、その職場に順番にお疲れ様って言ってね、プリンだの、ケーキだの、飲み物を一個一個渡していくんですよ。そして、意中の女の子が来た時に、その人にね、どんな反応かなって見ながら渡す。いかがですか?きっかけ作れるでしょ?これが出会いですよ。2つ目。まあ、職場のよく挨拶、雑談する女性がいたら、やっぱり最後にね、
なんか何々ちゃんには何でも話しちゃうな、ははは、みたいな感じできっかけ作ってますか、男性の方からね。ほっといて女性が来るぐらいモテてはいないんだったら、やっぱりこっちからね作っていかないと。とその前にきっかけを作っても許されるようなやっぱ身なりをしとかないといけないですよ。やることはチャランポランで、見た目はねなんかちょっとねいい加減で、そんなことをね女の子に何でも話しちゃうなとか言われたらね、キモいとか思われちゃいますからね。で3つ目、休日に足を伸ばした先で、あれもしかして何々何が同じだよねと言われるって書いてますけども、これをあなたが女の人に言ってきっかけを作るってことできるんじゃないですか。だからこういうふうなね、向こうからアプローチすることを望むんだったら、こっちから行かないと永遠にそのままだってことなんですよ。で出会いの例4つ目、ね、趣味で定期的に出かけるサークルで女性メンバーと気が合いって書いてますけども、こういう空間持ってます？月に1度か2度、定期的に職場や自宅以外に出かける、そういったコミュニティ持ってますか？どうでしょうか？なんかね、インターネットの SNS でもいいんですよ。なんかのコミュニティで、例えば、昔のね、お寺とか神社について語り合うコミュニティみたいなのがあったら、そこに女性がいるかもしれません。昔の高校のサークル、ね、何かわかんないですけども、何でしょうね、サークル、テニス部が、テニス部にいた人集まれみたいなコミュニティに行ってみて、そこで同じ趣味の人と知り合ってみるとかね、なんかきっかけをこっちから作っていかないといけないんですよ。今まできっかけほっといてもなかったわけですから。まあ、そもそもね、出会いの例3とか4っていうのは普段から仕事以外の空間を持ってないとありえないですよね。だから一歩二歩遅れてるっていうふうに考えないと、こういうふうなね、職場自宅以外に自分の居場所を作っていかないと、そっからもう一歩突っ込んでみて、異性とどういうふうに出会うかってことですからね。はい、じゃあ次進めましょう。これね、女性からのアンケートなんですよ。ここです。6人の方に答えていただきました。自分が今20代女性だとして、40代男性から告白されたら嬉しいですかという質問です。直球ですね。で、私はね、4つの回答を、模範回答を設けました。1、嬉しい。2、照れちゃう。3、少し考えさせてもらう。4、キモい。回答はこれです。嬉しいと答えた人は6人中0、照れちゃう人は0、少し考えさせてもらう0、キモい6人。ね、20代女性の立場として、40代男性から告白されたら、キモいということらしいです。はい。で、ここに追加質問を私しました。自分がもともと憧れていた人とか、イケメンとか、高収入と分かってる人から告白されたらどう？っていうふうに聞いてみたら、あ、それは嬉しいですっていう回答でしたね。で、それをさらに細かく聞いてみると、騙されて遊ばれることを警戒しながらも嬉しいって方が1人、とりあえず付き合う方向で考えると言われた方が5人という分布です。でね、この6人の方に皆さんに聞いてみました。なんで遊ばれるって思わないの？まあ、5人のうちの、5人の方ですね。5人の方に聞きました。なんで遊ばれるって思わないんですかと。そうするとね、こういう回答です。40になって、立場のある人が若い女性を粗末にすると信用を失うので適当なことはしないと思うからって感じですよね。まあ、そうですね。やっぱり40過ぎて20代の女性をダマからかしちゃうと、その後ソース感食らっちゃいますからね。そうそう変なことはしないでしょうね。まあ、だから警戒はするけども、そこまで心配はしてないってことでしょうね。なるほどね。はい。でね、次の質問ですけども、40代男性に頼もしさを感じる点、これ6人に聞いてみました。同じ6人です。1人1点回答してもらいました。まず、頼もしさ、体格です。体格がっちりしていて、でかい体。ね。でも、デブはダメらしいです。ガリガリもダメらしいです。そして、2人目の方が答えてくださったのは、腕周りと胸歌。これがね、なんかね、しっかりと抱きしめられたいというかね、抱かれたい体を思うらしいですね。で、3人目。賢さですね。賢さに頼りがいを、頼もしさを感じると。話が面白い、知識豊富、いろんな問題解決をしてくれる。知恵ですね。知恵とか知識でしょうね。そしてですね、2人の方がこう答えてます。年収です。40代になったんだったら、はっきり自分で言えるくらい稼いでいてほしいと。この2人の方はそれぞれ
大体その年収は700万とか1000万というふうに答えてくださいました。うん、300万、400万はもうね、論外と。5、600万なら平凡と。うん。告白するぐらいだったら700万、1000万欲しいということなんですよね。うん。向こうから来るわけですから。こちらから告白していって、年収が5、600万だったら、まあまあ、うん、大丈夫かなと思いますけども、告白した末に300、400万の年収だったら、しまったと思うらしいですね。で、あとはもう一人はね、学歴のこと言われてました。学歴、とりあえず大卒と。うん、やっぱり大卒ってのは、高校、中学と少なくとも、大学っていう学歴を意識して過ごした6年間があるっていうところに、計画性を感じるらしいですね。で、やっぱ大卒出ない場合、高卒とか専門卒だと、就職先に限界があるんで、収入にリミットがね、ありすぎるということらしいんですよ。ただし、高卒でも起業しているなら、それはありだということですね。自分のビジネスをやってるから、高卒。早く社会に出て自分の会社をやる。だから高卒。もしくは、自分の店をオープンするから、高校出て、すぐにね、飲食店なり、それから、サロンなりを始めたよって方。一刻も早くビジネスをしたいからってことでしたら、高卒はありだ。そうです。先日紹介した、格闘技の道場をやってらっしゃる、48歳の方も高卒です。で、自分の門下生の中から25歳の女性とお付き合いを始めて、将来的に結婚ということらしいですね。で、二人で道場を守っていくみたいなね。こういうふうな師弟関係っていうのはいいですよね。だからフリーランスとか、会社員じゃない非正規の中には、恋愛を従事させるにはこういうふうな独特な世界観を持っている人っていうのが、まあ強いんでしょうね、きっとね。店をやっていたりとか、会社をやっていたりとか、さっきの格闘技の道場をやってるとかね。はっきりと人生に、うん、太いものを打ち立てる人ですよね、客観的にも。うん、はい。で、ちなみにね、平成生まれの男性には、以上のようなものを求めないらしいですね。うん、平成生まれは、ちょっとこうね、昭和と違って、もうちょっと、トランスジェンダーというかね、なんかはっきり男みたいな感じじゃなくて、もうちょっとなんかこう、若さゆえの、なよなよというかね、なんて言うんですかね、爽やかさがあってもいいかなってことですね。だからなんか三低とか言いますよね。三つの低いと。三低だったりとか、癒し系とかね。ただやっぱりね、40過ぎて癒し系もなかなかね。はい、じゃあ次行きましょうか。最後です。40代の昭和ど真ん中生まれのイメージをそれぞれ思うままに書いてくださいということだったんで、たくさん単語をいただきました。今ね、40代の方、私もそうですけども、あ、俺たちはこういう風に思われてるんだ。そして、この要素を持ってないと、なんだこの人、年取ってるのに、っていう風に思われちゃうんだな、という風に受け取っていきましょう。さあ、40代の男性はどんなイメージを持ってるんでしょうか。そしてそのイメージに応えれるような人生を私たちは歩んでいるでしょうか。じゃん。強さ、前向き、根性、スポーツマン、いかがですか。早速、違うなっていう方いるかもしれませんね。次行きましょう。家族思い、義理人情、決断力、俺についてこい。まさに昭和生まれですね、この辺ね。次、サラリーマン、出世、夢語り。この夢語りっていうのは、出世して将来ビッグになって給料をたくさん持ってこの会社の社長になってみたいなね、サラリーマンとしての夢らしいです。で、ライバル、寡黙ね、ベラ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 自分のことはね、いい格好しいで喋らない。とにかく無限実行で、結果が全てを証明するみたいな感じですよね。いや、俺昔こんなことだってさ、みたいなね。武勇伝語らない。自分の黒レシピを自分からね、語らない。ということらしいです。そして、男の世界、勝負、当たって砕けろ、挑戦、諦めないっていう要素も、昭和生まれの、今40代をときめくね、男性のイメージだそうです。そして、最後に、安らぎ。仕事も恋愛も、趣味も一途。こういうふうなイメージが、40代の男性にはあるそうですよ。いかがだったですか？はい、何を勝手なことと思うかもしれませんけども、これは40代の私たちの背中を見て、20代の女性が、40代男性、こうあってくれたら私たち憧れるのに、というふうなね、エールであり、がっかりな気持ちなのかもしれません。確かに、今、アンケートで読ませていただいたね、そんな40代はなかなかいないのかもしれません。でも、だからこそですよ。20代の女性にモテる40代男性ってあんまりいないじゃないですか。だからそのあんまりいない40代男性になっていきましょうって話ですからね。誰も彼もが40代でモテてたらそんな苦労ないわけですよ。だから誰もがこういうふうにね、憧れていただけるような20代の女性に憧れてもらえるような男性になれるはずなんですよ。時間は十分あったわけですから。チャンスはたくさんあったわけですから。挑戦もたくさんしてきたはずなんですよ。あとはね、
ちゃんと自分のプランをこれから打ち立てて、それに即した歩みをできたかなってことなのかなと思うんですよね。もちろんうまくいくことばかりではありません。もしかしたら努力や結果が報われないこともあるかもしれません。でもそれはね、弱音吐いてもしょうがない。そういうもんなんですよ。ね。私は大学を出て大きな会社に入れば将来安泰かと思いました。ですので一部上場企業入社しました。しかしそのサラリーマン信仰は壊れていまして、とてもじゃないけどやっていけないなと思ったんで7年目で辞めてしまいましたよ。だからね、大学出て大きな会社に入ってもチャンスはあるんでしょうけども、私につかめる力量がなかったんですね。で、私は自分でことを起こす方に向いていたんで、実は進学するよりも高校出てからすぐにね、社会でチャレンジした方が良かったのかもしれません。そのおかげで私のビジネス人生は40からのスタートになってしまいました。ねえ、そっからですよ。だから通常20歳ぐらいで社会に出てそれからスタートだっていうのと、私の社会スタートが40歳、この20年のギャップができちゃったんですよ。当然結婚も40からになりましたんで結構不利でした。でもおかげさまでこんな私でもいいと思ってくださる方がいたんでね、結婚できたわけですけども、今48ですよ。1歳の子供がいて、48ですよ。うちの子供ヤマト君がね、10代の頃もしくは20代の頃に私は死んでる可能性が高いですよ。何なんでしょうかこれは。だからね、何もかもはうまくいきませんけど、最大限自分の人生にチャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。それはどんな年齢からでもどんな体制からでもできるはずなんですよね。昭和の男性に抱いてもらってるイメージありましたよね。義理人情家族思い安らぎ仕事一途様々ありましたね。そういう期待が込められているんだなと思えば、その期待に応えてやろうじゃないですか。という感じでね、私はね、自分で取ったアンケートによって励まされました、かなり。ね、アンケート答えてくださった方、どこのどなたかわかりませんけども、ありがとうございます。もしかしたらね、20代の女性に扮した全然違う人かもしれません。けど、そこはね、さておき、私に励ましを与えてくれたの確かです。本当にありがとうございました。じゃあまたね、こういったアンケート、私の、なんかね、ステアカウント同然のツイッターアカウントでも、まあアンケートはなんとか成立するんだなというところでございますんで、またやってみようかと思います。どうもありがとうございました。